おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3416です。はい、今回紹介するのはですね、前回でね、組み立てがね完了しました、こちら同友社が販売しておりますヌークマトリックスのフォレストサマービビアンハイハ、こちらですね、オプションパーツ関係をね前回作ったと。で、その中からですね、こちらのパラソルのフレームの一部とかね、そちらの部分がランナーがね欠品していたということで、なかなか完成させることができなかったね。そんな感じのね、こちらですね、ようやっと組み立てがね完了したということで、まずは本体ですね、こちらの方の可動範囲、それをやった後に表情パーツの交換だったりとか、水着の交換ですね。一応今ね、水色をつけてるんで、わかりやすくね、今回の初回特典のね、こちらのピンク色にね変えて変化をねつけたいと思いますけど、そういう部分だったりとかね、胸部パーツの交換も含めてやっていきたいと思います。それからね、オプションパーツの組み合わせとかね、やっていきたいと思いますよと。ではね、早速ちょっとパーツをねずらしてあげまして、よっこらしょいと。まずは本体ですね、正面がこちらです、横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。まず可動範囲に関しましては、頭部に関しては左右に動かすことができます。上がこんな感じ、下ですよと。頭部パーツに関しましてはここですね、首部分以外の首元のね可動があるんでね、可動域は広めとなっております。で、頭部パーツのこうですね、横のスイングもありますし、ここのボールパーツですね、これ自体は別のやつがねついてきておりますので、こちらね頭部パーツ以外にすることも可能となっております。腕に関しては根元でグリグリ、二の腕のロールができますよ。肘に関しましては二重関節でここまで深く曲げることができると。手首パーツはジョイント式になっておりまして、ここで稼働させることができますよと。こちらの手首パーツに関しましては、組み立てのね時にも言いましたが、女神デバイスとかね、フレームアームズガールとね同じタイプの手首ジョイント以外に、サーティミーツシスターズですね、あちらと同じような感じのねジョイントの形がありますので、選択してねつける必要性があると。それによってね若干可動域が変わりますからね、まあ女神デバイスとかとね同じやつを使ってもいいんじゃないかなと思います。ボディに関しましては、ここでグリグリ前後の可動ができるし、横のスイングも可能、引き出し機構もありますね。なのでここの部分を利用することによってガバッと動かすことができると。ただ当然ながらこんな感じですね、後ろの部分が思いっきりえぐれるね感じになっておりますので、ここの部分十分気をつけましょう。あとは今つけてるね水着パーツに関しましては、こちら非常にね柔らかい素材になってるのはねいいんですけど、今つけてるパターンのやつはねかなり細いです。なので中で引っ掛けてねブチッと切ってしまう可能性がありますので、十分気をつけましょう。で、柔らかいのはいいですけどね、かなり摩擦がありますんで、着せる時にもねこういう部分ちぎれる可能性がありますんで、ベビーパウダーとかね塗って摩擦を減らすようにした方がいいでしょう。はい。で、腰のひねりはありません。なのでひねりに関しましては胸部で動かす感じになっております。足は開脚はこんな感じ、前後ですよと。ここに関しましては引き出し機構ですね、これが確かあったはずなので、こういう風にね動かすことによって可動域をね思いっきり向上させることができると。股関節部分もこういう風にね引き出すことができますんでね、足を中心に寄せやすいっていうね、こういう感じになっておりました。ここの部分がねガンとね伸びますんでね、先ほど後ろにねほとんど行かなかった部分が前後にね大きく動かすことができると。ただ後ろ方向に足をねこうやって動かした時には、ここね大きい隙間ができますんでね、ここの部分はちょっと考えなきゃいけないのかなと思いますね。まあせっかくねこちらね水着パーツがこういう風にね軟質素材でこうなっておりますんで、ここの部分で隠れるようなね感じで可動域がね向上するような感じのボディーパーツがね付属しててもよかったのかなってちょっと思いますね。で、もものロールが効きますよ、膝は二重関節、あとここですね、こういう風に引き出すことができるような機構になっておりますんで、特になしの状態だとここまでですね、でこの状態からグッとね引き出すことができるようになっておりますんで、可動域はかなり広めになりますね。足首に関しましてジョイントでの可動と前後、こちらの可動タイプのね足首をつけておりますので、つま先の部分の可動ができますよと。ここの部分に関しましては見た目重視のやつですね、それがありますので、そっちにねすることによって通常のねこちらの可動パターンに比べてね見た目が非常に綺麗になりますんでね、選択してつけることができるという感じになっておりました。はい。基本的な可動範囲はこんな感じになっております。まあ素体といえば素体なんでね、可動域はかなり広めだと思いますね。ただやっぱり後ろの部分ですね、お尻の部分ががっちり造形されている関係上、後ろ方向にね足が動かないとかね、そういう部分はありましたけど、まあ全体的によろしいんじゃないかなと思います。で、台座に関しましては付属のねこちらがありますんで、こいつを使うと。
見ていただくと分かる通り背中ですね、こちらのところには特に穴がねありませんので、クリップを使って挟み込んであげと。で今こちらのクリップに関しましてはね、一番短いパターンにしておりますんでね、まあ結構ギリギリなんでね、ここの部分は延長してね長くしてあげた方がいいでしょう。今ねこの腰を挟んだらねこんな感じになってしまいますんで、こんな感じでね延長用のパーツがねいっぱいありますんで、これをつけてあげた方がいいでしょう。組み方に関しましてはこれはねそこまで難しいことはないと思いますが、ここをね外してあげまして、ここに中間にねこんな感じのものを挟みましょう。で、あとこいつを入れてあげれば、これでね、一段伸びましたんで、先ほどよりは高い位置に取り付けることができると。あとはこれをね、いつもの通りガクガクっとね、曲げて調整してあげればいいのかなというね、こんな感じでございましたと。で、今こちらですね、長い短いをね、つけておりますけど、長い長いにすることもできますし、長い長い長いとかね、全部組み合わせてめちゃめちゃ長いものも作れるんでね、一応ね組み合わせ自由な形になっておりますよと。はい、一応こんな感じでね支柱もありましたと。とりあえずはこんな感じでね、まずは本体ですね、ビビアンハイハー本体の方の可動範囲とかね、こちらの方のお話をしていきましたよと。ではですね、表情パーツのお話をしていこうかなと。表情パーツは全部で3種類ついてきておりますよと。こちらとこちらとこちらというふうに3種類ありますよ。で今つけてるやつがまあ一番ノーマルな感じかなと。でこれがムッとした感じになっております。これは驚きでね、目線自体はちょっと下ですね、こんな感じの表情パーツ。あとは片目閉じのね左目線っていうね、こんな感じになっておりますので、一番使いやすいのは今つけてるやつかなと。それ以外だとまあこのムッとしてるやつかね、あとはこいつかなっていうね、そんな感じになっております。でのっぺらフェイスと瞳デカールがついてきておりますので、それをね使うことによって表情パーツをね増やすこともできますんでね、先ほどまであったやつ以外でね使いやすいやつを作ることができるという感じになっております。表情パーツの交換に関しましてはね、こちらのね片目閉じのねこいつにしたいと思いますが、これはですね従来のね女神デバイスとかとね同じような感覚ではなく、非常にややこしいんですよね。というのもこの状態で前髪ブロック丸ごとスポンとね抜けないんですよね。これ自体は前髪を取ります、横抜きます、反対も抜きます。ここで初めて触ることができますので、ここの構造が非常に厄介なんですね。で選択したやつをつけてあげる、それからまた元の状態に戻さなきゃいけないと。なのでこちらのね上の部分の合わせ目とかですね、そこの部分が消せないんですよね。こんな感じになっておりますんで、中心とかね横の部分とかの合わせ目消しができないので、ここはね要改造ですね。こちらのブロックを作ってしまって磁石でね接続するとかね、何かしらね対策をしないと非常にやりづらいんでね、ここの部分はちょっとねマイナスかなって感じですね。であとはこれをねバシッと差し込んであげれば、こんな感じで表情パーツの交換ができましたよと。では胸部パーツのお話プラス水着の交換でやっていきたいと思います。まあこれね、こちらの本体ですねを作った時にね言いましたが、胸の部分と腰の部分に関しましては映像としてね撮ることができないぐらいねしっかりと造形されておりますので、これは購入者のね楽しみにはなると思いますけど、そこの部分はね詳細にはねお見せできませんが、交換のねお話だけしていきたいと思います。それに合わせてこちらねピンク色に変えたいと思います。でこちらですね、3種類の中からね一番小さいやつに関しましてはこいつをねつけておりますけど、他の2種類に関しましてはこのね中心部分にねリボンがあるパターンではなく、何もないねこれにする必要性があるみたいですよと。なのでそれを選びましたと。でそれに合わせて腰部分もですね、ここのところにリボンが造形されてるっていうよりも、このねフリルっていうかね、こちらのパターンにするのが視点になっておりますんでね、それで合わせていきたいと思います。とりあえず交換する際にはやりやすくね頭部パーツは取らなきゃいけないんで取ってしまいましょう。腕は特にね外さなくてもねいけると思いますが、腕まで外しておこうかなと。でこちらの首元のパーツですね、これも取りましょうかと。でこんな感じでね外れましたので、あとはこちらのパーツをねペロンと外すと。であとこいつをね上方向にビロビロっとね取っていくだけなんですけど、これがですねまあ見ての通り細いので、引っ張ってる段階でねちぎれてしまう可能性がありますんで、十分気をつけなきゃいけないのかなと。最初の方にもね言いましたけど、これかなりね摩擦力がありますんでね、そこの部分が引っかかってねブチッといっちゃう可能性がありますんで、ベビーパウダーとかね塗って摩擦をね軽減させた方がいいと思います。
とりあえずね、こういう風に外し終わりましたので、あとはこいつをね、引っこ抜くよと。これ自体は前面方向に抜けば取れると。ただ、簡単にはね、取れない可能性もあるんでね、十分気をつけながらね、この部分を取ると。はい、外し終わりましたと。で、これの代わりにですね、2種類のこいつとこいつですね、どっちかを選択してつけると。一応完成写真では一番大きいやつをつけてるっぽいので、これをつけたいと思いますが、つけ方に関しましては外したやつの代わりですね、そこと同じポジションにつけるだけなんでね、こんな感じでガシャッとね、差し込んであげれば OK と。で、あとは着せ方はね、先ほどのね、逆パターンでつけるだけですね。これ自体を上からね、ベロベロっと着せると。それかここをね、外してしまって下からね、くっつけてしまって首元をね、引っ掛けるみたいな感じの方が楽だと思います。ただ今のね、この状態だとね、首元のところにね、というか首がありませんので、こういう風に引っ掛けつつね、こいつをね、設けていくようにしなきゃいけないのかなと。で、これ入れるときに挟み込んでね、切ったりとかしないよね、十分気をつけながらここに取り付けると。はい、なんとか着せることができましたと。ここの部分ですね、やはりベロベロっとね、こう下がってきたりとかね、しますので、十分気をつけないとあっという間に切れると思いますが、一応こんな感じでね、上を着せましたと。で、これと同じ感じでね、これ自体はまあ、足外した方がいいと思うんでね、足を外しましょうよと。で、これもね、同じ感じでベロっとね、脱がせていきますよと。で、こいつを履かせると。まあ、ここもですね、先ほどとね、同じ感じで、かなり摩擦がね、強いので、十分気をつけないとね、切ってしまったりとかね、位置調整が非常にやりづらいと思いますんでね、十分気をつけながら、こんな感じで着せていきます。はい、下も履かせましたと。あとはね、外しておいた足とかを元のね、位置に戻してあげると。はい、こんな感じでね、とりあえず足回りやってきたと。で、あとは上半身ですね。これも同様にバシッとね、つけていくだけなので、まあ、とりあえずその辺はね、問題ないのかなと。で、こちら開封した時にね、中台紙みたいな感じでね、一枚紙があったと思いますが、あれにはですね、ピンク色のね、ツインテみたいなね、ヘッドパーツがね、ついておりましたけど、今回こちらね、ついてきておりませんので、その部分に関しましてはね、別なキャラクターからね、持ってくればいいのかなと思いますが、こんな感じでね、胸部パーツの交換、あとは水着パーツをね、交換できましたと。まあ、あとはこれね、ブスッと差し込んであげればいいのかなと。で、実際今ね、つけてみた感想としましてはね、ちょっとね、やはりビビアンハイハっていうか、こちらね、髪の毛の色とね、水着の色はね、合わせた方がいいような気がするんでね。まあ、ちょっとピンクに変えてみましたけどね、ちょっと微妙かなって感じがするんでね。これは好みだと思うんですよね。まあ、一応こんな感じでできましたよと。とりあえず本体に関しましてはこんな感じと。では、手持ち物のね、話をしていきたいと思います。こちらはね、ガトリングですね。まあ、これ多分水鉄砲だと思いますけど、これに関しましては外観はね、とりあえず横がこうですよ。上とかね、後ろとか反対側、底となっております。このバレル部分に関しましてはね、一体成形ではなく一本ずつなんでね、非常に細かく作られておりますよと。ただ方針のね、回転とかは特にありませんので、無理やりね、回そうとするとバリバリっとね、壊れてしまいますんで気をつけましょう。一応こちらね、グリップのところに手首パーツをつけて保持させることができますよと。その時に使う手首パーツっていうのはね、こんな感じでね、ジャーッとある中から選択してつけると。こちらですね、トリガーにね、指がかかるようなね、手首パーツがありますんで、これをグイッとつけてあげれば、こんな感じで保持させることができると。あとはここの部分をね、利用してあげまして、ざっくりですけどね、手首パーツを交換してあげれば、こんな感じで保持させることができると。比較的大きいので、重量的にね、ちょっと厳しいとは思うんでね、何かしらね、養生品の支柱とかをね、使ってね、下からサポートするようにね、してあげた方が構えやすいと思いますけどね、一応こんな感じで取り付けることができますよと。これと同じような感覚で、この辺のね、ドリンクとかね、アイスとかね、こういうのがありますんで、これもね、しっかりと保持させることができると。で、ドリンクに関しましては、こちらはですね、特に突起がありませんので、この手首パーツ、もう一つの手首パーツ、これをですね、両方使って、両手でね、支えるような感じにしないと、まあ、持つことができないのかなと。まあ、ざっくりだとこんな感じでね、持つことができると。で、これ以外のもう一つのカップっていうかね、これに関しましては突起がね、ありますので、ここのね、突起を手のひらの方にね、ある穴の部分に、ブスッとね、差し込んであげれば、こういう風にね、片手でしっかりとね、保持させることができると。これとね、同じような構造で、こいつも同様でね、ピンがありますんで、それをね、ブスッと差し込んであげれば取り付けることができると。ただ、その時に使う手首パーツっていうのはね、一応決まってるっぽいので、変なやつをね、使うとね、指部分が広がってしまいますんでね、ちゃんと正しいやつをね、選択してつけてあげましょう。多分これはこいつかな。
こんな感じでね、つけてあげると、先ほどとね、同じような感じでつけることができましたと。で、もう一つある、こいつはね、先ほどのね、これと同様に、ピンがね、ありませんので、これとかね、もう一つのね、平手とかね、使って、両手で持つような感じだと思いますかね。まあ、それか両面テープとかね、そういうのを使って取り付ける感じになると思いますかね。一応こんな感じでございましたと。で、これ自体はここね、外すことができますんでね、この青いやつがね、嫌になれば外してしまってね、中身を交換することもできますんでね、こんな感じで取り付けることも可能と。ドリンクに関しましてもね、同じですね。ここのカップ部分に関しましてはね、これ共通なんでね、中身ね、取り替えてしまったら、こちらね、蓋付きのやつをね、取り付けることもできるという形になっておりますよと。ここの部分がですね、ただ単にクリアパーツじゃなくね、色がついてるんでね、こういう部分がしっかりとしてるんでね、これはこれでいいと思います。で、こちらね、アイスキャンディーに関しましては、これはですね、このタイプかな、を使って保持させることができると。他にですね、物持ち用の手首パーツっていうのがね、ありますので、まあ、これ多分ハートだと思うんですよね。こういうようなね、ハートですかね。こちらの手首パーツを使って、無理やりね、取り付けようと思ったら取り付けることもできますけどね。当然だから安定しないのでね、ちゃんと形状にね、合わせた手首パーツをつけてあげましょう。一応ね、こんな感じでね、ありますんで、つけようと。で、ジョイントに関しましてはね、一応予備がね、ありますので、それをですね、運用してもいいですし、手につけてるね、やつをね、使ってもいいので、いろいろね、組み合わせて楽しむことができるかなと。一応つけると、こんな感じでね、取り付けることができましたと。はい。まあ、なかなかよろしいんじゃないでしょうかね。一応ね、手持ち物に関しましては、こんな感じ。あとは小物関係のね、お話ですが、まあ、浮き輪。上半身と下半身ね、分解してあげればね、ここのところ通すことができますんで、こういうね、つけてね、中間につけることもできますし、平手とかはね、うまく利用してね、脇のところにね、ここで構えることもできると。ただ、これ自体はかなり重たいのでね、これも先ほどのね、ガトリングと同じような感じで、余剰となってるね、支柱をね、うまく組み合わせてね、下からサポートするとかね、ベッド、台座とかはね、使ってあげる必要性はあるのかなと思いますけど、つけることができると。一応ね、この下の部分とかもね、ロックはしっかりとしてるはずなんですけどね、浮いちゃう可能性があるんでね、こういうところもしっかりとね、接着したりとかね、いろいろ足りない部分があるんでね、そういうところの塗装とかもね、してあげた方がいいでしょう。はい。一応こちら浮き輪でしたと。では、パラソルのね、お話。パラソルに関しましては、こちらですね。いろいろね、あった部分にはなりますけどね。こちらに関しましては、上の部分ですね。このね、半透明と透明のブルーですね。こういう部分だったりとか、フレームのね、クリアブラックとかね。こういう部分とか、内側のフレームとかね。こういうところに関しましてはね、見た目は非常によろしいと。パッと見ちゃんとね、畳めるんじゃないかってね、思うぐらいね、非常にいい感じにね、仕上がっておりますけど、そういうね、ギミックはありませんが、物としてはいいと思います。ただ、めちゃめちゃ重たいです。まあ、これじゃあ手で持つことはないと思いますが、こういうふうにね、台座がありますんでね、この時にブスッとね、差し込んであげれば、一応ね、こんな感じで立たせることができますよと。ただ、かなり不安定なんでね、しっかりと立たせたいんであれば、下の部分もがっちり固定するようにしないと、あっという間に倒れます。で、ここの棒の部分に関しましては、プラスチックの棒なんでね、下手するとそこからボキッと折れますんで、十分気をつけた方がいいのかなと。あとは、このディスプレイ方法以外に、後ろにね、あります、こちらのね、四角い台ですね。こちらの端っこのところにつけることもできるよと。で、組み立てのね、時も言いましたけど、ここのね、穴なしの状態もね、作ることができるようになっておりますので、選択式になりますけどね。横から見た時にはね、あまり気にならないと思うんでね。この形で運用してもいいのかなと思いますけど、ここのポジションのところに対して、パラソルをね、つけることができますんでね。こういう風に運用することも可能と。ただ、先ほどのやつはですね、中心に入ってたので、バランスはね、問題なかったんですけど、今回端っこに寄ってしまった関係で、多分、倒れます。で、これがですね、今、無理やりね、やってしまいましたけど、これの影響で折れたりとかね、この辺がね、壊れたりする可能性がありますんで、ね、扱いは気をつけた方がいいですね。なので、これ自体も下にね、しっかりとロックできる機構とかね、ジオラマを作って、これ自体はね、もう接着してしまうとかね、安定させないとちょっと怖くてね、運用できないと思いますんでね、この部分は気をつけた方がいいのかなと。一応ね、2種類のディスプレイ方法とかね、運用方法がございましたよと。では最後にこちらですね。ビーチチェアと言いますかね。こちらのお話をして終了と。これ自体は一応こんな感じのね、外観にね、なっておりまして、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、ここの下の部分ですね。ここの部分っていうのが、
バチンで止まってるっていうよりもちょっと摩擦で止まってる感じなんでね、力のかかり方によってはこんな感じでね、簡単に崩壊しますんでね、接着できる部分は接着しておいた方がいいでしょう。はい。で、ここはですね、こんな感じでね、90度にしたりとかね、こういう風に角度調整ができるようになっております。パターンとね、最後まで下げることはできませんけど、こういうようなね感じのビーチチェアがあったと。で、あとこいつに関しましてはね、ビビアンハイハーとかね、他のキャラクターを上にね乗せてね、ディスプレイすることも可能という形になっておりますんでね、こういう部分はね非常にいいんじゃないかなと。ただまあ先ほども言った通りね、接着できる部分はね接着したりとかねしておかないとあっという間に崩壊するんでね、ちょっと気をつけた方がいいと思いますけどね。一応こんな感じでございましたよと。はい、いかがだったでしょうかね。一応今回こちらに関しましては同友社の方のね販売品をね買っておりますが、これ以外にですね、海外直販みたいなね、そちらのやつもねございますので、そちらの方がね金額としては安いと思います。ただ今回ね、私がね直面したようなランナーがね欠品とかね、そういう時の対応に関しましてはものすごくめんどくさいことになると思いますんでね、値段を取るか後々のコストを取るかってね、そんな感じに、ね、なってしまうと思いますけど、とりあえずね、物としては非常に面白かったと思いますね。素体なので非常に可動域も広いですしね。あとは胸部パーツも3種類から選択できるとか、水着もですね、こちらのね、今ピンク色をね、つけておりますけどね、この形状のやつ以外に最初につけてたパターン、あとは日本版のね、初回限定のやつを買うとピンク色のね、こちらのパターンがついてくるんでね、そういうね、オプションパーツのね、豊富さとかね、あとはオプションパーツのこの辺のね、ものとしましてもね、ボリュームがあってなかなか良かったんじゃないかなと思います。ただまあ、シリーズ共通にはね、なっておりますけど、表情パーツの交換がですね、やはり前髪パーツっていうのがワンブロックになってるっていうよりも、中心両サイドで分解して交換しなきゃいけないんで、非常にそこがネックなのかなと。そういうところがね、ちょっと気にはね、なると思いますけど、全体的なね、内容としてはね、かなり良かったと思いますんで、気になった方はね、チェックしていただきたいと思います。はい。ということで今回ですね、同友社が販売しておりますヌークマトリックスのフォレストサマーヴィヴィアンハイハー、こちらはね、まず本体ですね、こちらの方の可動範囲、それからね、オプションパーツのね取り付けとかね、胸部パーツとかね、水着パーツの交換、こういう感じのねギミック関係やっていきました。はい。ということで次回ですね、次回はね、女神デバイスを作っていきたいと思いますが、こちらに関しましてはね、今までね採用されていたね素体とは違う新しい素体をね採用した第1弾としてね出たやつ、そちらをですね、次回から組み立てやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。